突撃地球の研究室、ラブラブキュー始まるキュー。できたー、ちゃーん。おー、エスチー、お絵描きしてたんじゃな。どれどれ、じゃーん、なんの絵でしょう。これはマンボウじゃな。正解、上手に描けとるぞ。幸せそうな笑顔も素敵じゃな。違うもん、寝てるマンボウだもん。そうなの。じゃがマンボウって寝るんじゃろうか。寝ると思う。おお、そういえば今日の先生はマンボウ博士じゃった。マンボウ博士ならきっと教えてくれるわよね。それじゃあ行くわよ、ポチッとそれ。皆さんこんにちは、僕たちは旧王国の救世神エイト特派員です。ナル特派員です。そしてスーパーファンタジージュニアのカイトです。フェイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速みんなで呼んでみましょうか。じゃあ行くよ、せーの、先生。はい、マンボウ何でも博物館の沢井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。紹介しよう。本日の先生はマンボウ何でも博物館の沢井悦郎先生。先生はマンボウの研究をしながら本の出筆をしたり、マンボウを広めるための活動もされているんじゃ。マンボウの研究ってどんな研究なのかな。ワクワク。2年前に本を出したんですけど、このマンボウは上を向いて眠るのかっていうドンピシャのテーマですね。まあマンボウも生き物なので寝ます。マンボウってすやすや寝てるっていうか、目を閉じてるみたいなところが想像つかないんですけど、はい、目を閉じたりとかってするんですか。はい、マンボウはまあなんかまぶたのような構造は一応持ってるかと思ってるんですけど、まあ、魚は基本的にまぶたがないんですよね。でそもそもまぶたっていうのは水分で目を潤すためにあるので、魚は水中にいるじゃないですか。だからまぶた別にいらないんですよ、水中にいる魚は。確かに夜にどっかに行ってもずっと魚は目を開いてます。ほう、マンボウも寝るんじゃな。さすがエスキじゃ。でしょでしょ。でもマンボウさんは目を閉じないのね。目を開けたまま寝るなんて不思議。あ、はい、先生、はい、質問なんですけど、目を開けて寝ているっていうことは、寝てる時と寝てない時ってどうやってわかるんですか。それはあれですね、まだ研究途中なので詳しくはわからないんですけど、魚の寝る寝ないっていうのは行動ですね。どういう行動してるのかっていうので、寝てるか寝てないかを判断します。まぶたの開閉でわかるわけじゃないので、まあ、例えばマンボウの場合だと、これもまだはっきりとは私はまだ言えないんですけど、まあ、水族館の人の話で、夜になるとマンボウ上を向くことがある。まあ、普通こう泳いでますね。はい。それがこういう姿勢になる。頭を上に向けると。いう話があって、で、まあ、昼間でも確かにこう上を向いていることあるんですけど、閉館した暗い時の時間と開館している明るい時の時間で、この上を向いている時間を観察したんですよね。そうやるとやっぱ夜の方が上を向いている時間が多いっていうので、まあ、これはマンボウの寝ているのに当たるんじゃないかなっていう私の仮説です。でなんで上を向いているのか寝ているのかと思ったのかというと、なんか自然界でもこういうマンボウ上を向く行動する時があるんですけど、その時は他の、マンボウ寄生虫とかつくんですけど、それを食べる魚、まあ、掃除する魚がいるんですけど、そういう寄生虫とか食べてもらう時にこう上を向くんですよね。独特のポーズとして、まあ、どうもなんかリラックスしたような状態じゃないかって言われているので、まあ、夜にリラックスした状態になるっていうのはやっぱり寝てるんじゃないかなっていうのが私の考えです。あ、先生、水族館でも研究ってできるんですか。はい、そうですね、水族館でも研究はできます。なんか特別な装置とか使うとかそういうのでなくて、まあ、ごく簡単なやつで、私がやったのは目視観察ですね。まあ、水槽にいるマンボウを、ただずっと見つめるってだけの研究ですね。
で、私が興味あったのは昼と夜、まあ、明るい時と暗い時でマンボウの行動がどう変わるのかっていうのが興味あったので、もう24時間一睡もせずに丸一日ずっとマンボウを見続けるっていうのをやったことが何度かあります。すごいですね。マンボウは寝てる間も先生は寝ないと。そうですね、24時間見ないとちゃんと寝てるかどうかを確認できないので結構辛いですね。大変だ。なんか研究って言ったらね、研究室みたいなお部屋の中でなんかマンボウを飼ったりとかして、でなんか実験の装置とかをいっぱい使ったりとかしてやってる感じがしたけど、水族館に行って24時間頑張って眺めて観察して記録してとか、そういう風にしてやる実験とか研究っていうのもあるんですね。そうですね、いろいろやり方はありますね。先生、マンボウ以外の魚も寝たりするんですか？そうですね、マンボウ以外の魚も当然ながら、ね、寝ます。例えばなんですけど、私が知ってるのは本に書いたやつなんですけど、このテングカワハギっていうのは、まあ、マンボウに近い仲間なんですけど、ここの中角みたいな立ってるのが分かりますかね。これ寝る時のポーズなんですよ。この魚はサンゴ礁とかの間にこうやって台地背びれを立てて体を固定して寝る。でこっちにあるもう一つのアミメハギっていうのは、夜海流とかに流されないように海藻とかに口でくわえて寝るっていう習性があるんですよ。でこれ飼ってる個体なんですけど、水槽のポンプにかじりついて夜寝てました。ブダイとかだったら体中に粘膜を張ってその中で寝ますし、さっきクロマグロとかサメとか、まあ、そういう動き続けて止まったら息できなくて死んじゃう魚は、まあ、スピードが落ちたり落としたりして、まあ、その状態が寝てるとされてますね。主に魚もいろいろいるので、いろいろな寝方のパターンがあります。今いろんな魚の寝方について説明しましたけど、実はマンボウもいろいろ種類がいます。それでは皆さんにちょっとクイズを出そうかなと思います。いや、マンボウの種類は世界で何種いるか分かる人いるでしょうか？じゃあせっかくなんで恒例のチーム Q 対スーパーファンタジージュニアでいきますか。お じゃあチーム Q の答えは3種類です。はい、どうする海斗くん。今日はセイを信じようと思います。おっとお互い信じ合う、素晴らしいですねということはスーパーファンタジージュニアのみんなは10種類ってことだね。 OK じゃあ先生、正解を教えていただけますか？正解は Q チームの方が近いですね5種類です。おでも結構いい勝負でしたね。そうですね、間の数字だったね、中間ぐらいでしたね それでは、マンボウ5種についてちょっと簡単に説明したいと思います。まずマンボウはこの真ん中にいるのが普通の日本の水族館で見られるマンボウで、頭とこの下顎みたいなところが、まあ、出っ張ってないのが特徴です。あと、マンボウのマンボウに尾びれがないんですけど、代わりにカジビレっていうヒレがあって、マンボウはこのカジビレがデコボコ、波打つのが特徴です。で、ウシマンボウっていうのは、まあ、日本の水族館ではちょっとでかすぎて多分いないんですけど、頭が出っ張るのとこの下顎が出っ張るのが、特徴 でカジビレもデコボコ出っ張るときつるんと半円形になっているのが、違うところです。で、隠れマンボウの違うところは、カジビレの真ん中が一箇所だけへっこんで、このカジビレのへこんでるところから、ヒレの基部の帯状の部分まで帯で繋がってるところが、他のマンボウ、類と違うところですね。であと、ヤリマンボウは、カジビレの真ん中が突き出てるのが特徴なので、これは割とわかりやすいですね。で、クサビフグは、細長いタイプのマンボウの仲間で、そうですね、体高が高くないっていうところで分かる人には分かります。なんと牛マンボウと隠れマンボウは沢井先生の研究チームが名付けたそうじゃ。マンボウさんの名付け親の一人ってこと？すっごい。そうじゃの。ちなみに隠れマンボウは体
完全な新種として発見されたそうじゃぞ。じゃあちょっとクイズを出してみたいと思います。さっきの形をよく覚えてたら多分すぐわかると思います。よし、これですね。この真ん中に入っているのがマンボウの漁獲シーンです。さあ、おこれが何マンボウに当たるか。じゃあ今回も対決にしてみますか。セイはどの種類のマンボウだと思う？牛マンボウかな。牛マンボウか。俺はマンボウな気がしたな。あの上に出てるヒレみたいなのがこんな感じになってたからマンボウなんじゃないかなって。うちは結構マンボウ、このマンボウがでかそうに見えたから牛マンボウじゃないかなと思った。じゃあ今さっきの問題で戦った時も答えセイの方が近かったからセイの方の牛マンボウにしようか。うん。じゃあスーパーファンタジージュニアのセイとカイトの答えは牛マンボウで。じゃあチーム Q の出番だね。いや、分かっちゃった私。本当、僕もね、もう分かってます。もうカイト君何だと思った？僕の大好きなヤリマンボウです。おー、私は普通のマンボウだと思った。理由があって、この後ろのところがこう波打ってたから、さっき先生が言ってくれたように波打ってるのがマンボウだから絶対マンボウだと思う。そうか、ヤリマンボウのシュッとしてる部分が網にかかってるから見えてないだけっていう説はないかな。いや、ない。ないめちゃくちゃ強くあ、でも確かにこの波々になってるのはマンボウだけだったような気もする、うん、よし、じゃあチーム Q の答えはマンボウですね。うん、正解は、チーム Q のマンボウです。おお慣れて言ったようにこうハジビレがボコボコしているのがポイントですね。あれは結構分かりやすいかなと思いました。まあ、カイト君もそういう意味では合ってますねそっか、なかなか難しいねマンボウ。普通のマンボウもあれぐらい大きいんですね。そうですね、水族館のあとあそこまで多分なかなかでかくできないんですけど、野生のはもっとでかくなります。もう一問いきますか何ですかこれこれはどれか絶対わからないと思います。これはあれですね、赤ちゃんの状態ですね。まだ全然マンボウの形になっている途中のものなの で私も実を言うとどの種かっていうのはわからないんですけど、3択でお願いします。ヤリマンボウかマンボウかクサビフグノ、この3種のうちのどれかです。じゃあ今回もチーム Q とスーパーファンタジージュニアで分かれて相談タイムいきますか。よし、じゃあ今回は僕たちからだね。今度こそはね、もう完全に自信がある。え、なになに？今度こそヤリマンボウです。おお。トゲトゲがいっぱいあったと思うんだよ、とんがってるところが。で、あのトゲトゲのどれかは成長していくとなくなって、どれかのトゲトゲがあのヤリマンボウのとんがってたところになると思う。確かに。じゃあ私もわかんないから、私たちの答えはヤリマンボウ。ヤリマンボウ、決まり。決まり。セイはどうだと思う？ちょっとわからないな。いやでも、あんな小さい時にあんぐらい大きかったから、マンボウ族なんじゃないかな。あー確かに。さっき僕外しちゃったから、カイトの答え信じてマンボウ族にしてみる。じゃあセイとカイトの答えはマンボウ族で。おー、意見が分かれましたね。では早速正解を言っちゃいましょうか。正解はスーパーファンタジージュニアです。マンボウ族でした。なんでマンボウ族なんですか？ポイントとしてはそのトゲトゲありますよね。あれが、同じような長さなんですよ全部。がマンボウ族の特徴で、でヤリマンボウは5個だけすごい長いトゲが出ます。でクサビフグは、もうちょっと数が少なくてもっと太いトゲになりますね。それが、3つあります。っていうので数と形が違うんですよね。でもマンボウ族の中であのトゲのやつがどの種かっていうのはまだよく分かってないんですよ。なので、まあ、族レベル、このグループの中のどれかっていうところまでしか言えないっていうところですね。なんかこのクイズ僕が足引っ張ってる感じしかしないんだけど、マンボウも1種類とか言うしさでもいい間違いだよ。
そっか。だけどマンボウって本当に子供の頃っていうか赤ちゃんの頃ですかね、あの写真は、はい、小さい頃とか全然形も違うし、ただ大人の時の形だけ覚えてるだけじゃ全然わからなかったりするんですね。そうですね、まあ、個人的にはなんかいろんな成長段階を仕事に終えたらいいなっていうのを考えています。海外の研究チームと組んで、まあ、大きなテーマとしては、まあ、IUCN のレッドリストに現在マンボウが絶滅危惧種の一つとして入ってるんですけど、それも5年経ったので、あれ入ったのが確か2015年で、なんか5年ごとに評価を更新するのが理想的って言われてて、5年以上も経ったのでもう一回再評価するっていうのを今やっています。で、まあ、あの時は、マンボウ一種だけだったんですけど、まあ、現在隠れマンボウとウシマンボウが増えたっていうのもあって、まあ、それぞれ仕事に、まあ、本当に絶滅危惧種が入っているのかどうかっていうのを、もう一回評価するっていうのをやってるんですけど、まあ、どれもなかなかデータが足りないっていうので、まあ、改めてやっぱり漁師さんとかちゃんとデータを取っていかないとダメだなっていうところで、現在、レッドリストの評価をやっているので、またそれもそのうちニュースとかになると思います。そしたらもしかしたらマンボウはたくさんいるけど隠れマンボウが実は少なかったとか、いろんな可能性があるわけですね。これから分かってくるんですかね。そうですね、これからやっていかないとダメですね。少なくともマンボウはマンボウ全体で見たら結構数が少ないというか、ちゃんと調べなきゃダメだよっていう感じになってるんですよね。そうですね、データが少ないのでちょっと何とも言えない感じなんですけど、まあ、そこをなんとか評価につなげていかないとダメなとこですね。もしマンボウが絶滅しちゃったら、先生が研究しているマンボウは上を向いて眠るのかっていう研究もできなくなっちゃうと思うので、先生頑張ってください。頑張りたいと思います。そうだ先生。はい、どうぞ。マンボウとか他の魚って夢も見るんですか？ああ、魚も夢を見るかっていう話ですか。これはなかなか難しいですね。正確にはよく分かってないんですよ。でもなんか最近のニュースで、ノンレム睡眠とレム睡眠に似たようなパターンが魚でも確認されたっていうのがあったので、まあ、それも、まあ、よくよく研究を続けていくと、まあ、そういうのが分かるかもしれないですね。そういえばちょっと聞いたことあります。人間はそのレム睡眠とノンレム睡眠っていうのがあって、レム睡眠っていう状態の時に夢を見ることが多いとかっていうお話ですよね。そうですね。その寝る時のノンレム睡眠レム睡眠とかっていうのがお魚さんたちにもあるっていうことだったんですね。まあ、あるのか、まあ、似たようなパターンがあったっていうところまでしかわからないんですけど、はい、ニュースで見ましたね。じゃあせいくん、お魚さんたちって夢見てるとしたらどんな夢見るのかな？餌を食べてる夢とか。ああ、かわいいですね。めちゃくちゃ食べてお腹いっぱいになってる夢見るかもしれない。起きたらちょっと悲しいね。あれめちゃくちゃお腹空いてんじゃんみたいな。でもそう考えたらなんか魚の見え方も変わってくるね。夢を見てるかどうかは分かんないにしても、ちゃんと寝てたりとかね、泳ぎ続けてる魚も寝てたりとか。だけどそんな中でも天敵が襲ってきたらね、すぐ起きて逃げなきゃいけないし、大変だねお魚の世界。マンボウについていろいろ活動してるんですけど、まあ、マンボウ何でも博物館っていう、まあ、サークルで、まあ、コミケとかそういう、まあ、同人誌作ってグッズを売ったりとか、あとレンタル博士っていうのを最近始めまして、これ一日私がマンボウ行っていろいろ知りたい人に、レンタルされていろいろ語るって、まあ、今までやったのとかは、まあ、例えば水族館に一緒に行ってマンボウを見て、まあ、この構造がどうとか解説するとか、まあ、そういうのをやったり、まあ、マンボウについていろいろ普及できたらいいなっていうので活動しているので、まあ、なんか依頼とかあればぜひよろしくお願いいたします。じゃあ慣れた旧王国に来てもらおうよ。来てもらいたい。旧王国できますか先生？いつでも行けますよ。じゃあスペースシャトルとかが完成したらね、ぜひ先生に来ていただきましょうね。はい、旧王国にマンボウがどんなものがいるのかもわかんないしね。エイトマンボウがいるかもしれない。エイトマンボウいるかもしれないね、もしかしたらね。確かに。スーパーファンタジージュニアの2人はもう地球にいるからね、先生に会いに行ったりとか、なんかグッズとかもゲットできるといいね。はい。
というわけでマンボウ博士、今日はたくさん教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。あ、よろしく。本も両国まで届くといいね。本も2種類あるんですね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。地球のみんなもぜひ読んでみてください。はい、それでは国王様と王女様にお戻ししましょうか。じゃあまたね、バイバイ。バイバイ。バイ。マンボウって知れば知るほど面白いんじゃな。じゃあできた。じゃあ何の絵でしょう。ズバリ寝ているマンボウの絵じゃ。ブッブー。リラックスしてるけど起きてるマンボウでした。わかるかい。地球のみんな、見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくね。